宇宙世紀00791月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。ここで戦う君の名を。変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して、ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量にこの先曲がり角になってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ。どこに敵がいるかわからないですからね。
狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除するわ。特殊格闘やってみろ。特殊格闘フリア。うわあ落ちる。ジャック撃破。すごい小隊長。まだ来る。小隊長打ち上げちゃって。敵無防備。敵無防備。ジャンプしてるときに打ち上げ攻撃すると叩き付けになるから、それも試してみて。早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援。先手必勝。先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長チャンスよ。投げ切り。お見事投げ切り。2号機3号機の援護に回って。小隊長やるな。敵モビルスーツの殲滅を確認。さあどんどん進んで。人使いが荒い。小隊長大変だな。あ、情報の崖に。ロックオン対象は切る。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃って当てやすいからね。応援か。サブテイトを使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長援護を。ヘイト集中。ヘイト集中。サブヘイトはリロードに時間がかかるからね。衝撃させるよ。目的地マーカー更新。いよいよね。先行しすぎたか。友軍の姿がまるで私たちしかいないみたいな。前方ジオンの陸上戦艦ガムだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って。援軍が来るまで待たせないと。あれ、友軍機の反応がない。まさか全滅。小隊長撤退を。タコマルセリ無理。撤退無理。みんなリペアキットで応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。やれるぞ。上からもバンバン撃ってく。ロックオン射撃しろ。ロックオン打ち上げ攻撃回転攻撃サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。オーブ応答してください。こちら独立構成機械化技術支援所のギャザーロード隊。おかしい。このオデッサンは連邦軍は私たちに存在していない。なんだ冗談だろ。大量大量。どこにこんな戦力が。前期撤退を。小隊長危ない。緊急ブレイクアウト処理実行。宇宙世紀0079オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰一体何が。それは後でブレイクアウト。発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。ブレイクミッション放棄。申請了承。申請了承。 SACRA/1351420 管理システム開放準備完了。補助行動実行。ジェネレーションシステムスタンバイ。プログラムテオス作成処理実行中。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。
度の負荷でデータが不安定になってる。何を言ってるのかわからないんだけど。それに2号機と3号機はどこ。待った、ミロ姉さん、それどころじゃないんだよ。今この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長起動します。アムロ総長は？奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今もブライトの注意、私たちホワイトベース隊なの？やっ、落ちる。おっと、今度はジオン軍の通信要望時。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ラルタイ。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を打ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラルタイって、ランバンラルタイ？どうやって防御したの？それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースへ。小隊長さん、どんどん進んで。ラルタイがオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。ザッ！ザッ！落ちる！これはどうだ？強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユーノ遅いぞ、何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。ザッ、くそからないよ、お前たち。ザクとは違うんだよ。え、別のモビルスーツに変わった。叩く、落ちろ。テルヤ、ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか、邪魔するやつは全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバドス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。あの木馬みたいな船を潰して、それから物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの。歴史が完全に壊れる。ミノ姉さんたちにいろいろ説明する暇も場所もなくなっちゃう。ごちゃごちゃうるさいな、俺には分かんないよ。私もよ。でも確実なのは今の状況は間違ってるってこと。腹はくれたね、ミノ姉さん。バルバトスをこの歴史からリムーブするよ。小隊長ファイト、頑張って。
ったらご飯大盛りよ。あ、腹減ったな。早く帰らないとアトラが心配する。テルヤ、これ使うか。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてた。初代長さん、一斉攻撃を。どうしたバルバトス。俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたナル隊やザクはどうだったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。小隊長、そんな冗談を言ってる場合じゃないでしょ。そもそも戦闘中にどうやって見てたんだって話になるしね。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんと犬姉さん、あとはハロ君だけだからね。ハロー、ユノ。ハロー、ユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの。残念、ここはイリオンステーブル、この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは何をどこまで知ってるの。落ち着け、ユノ。脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ1年戦争にアクセスしてみよっか。ジオンとの戦争と私たちのこと、それだけじゃない、その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの。未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと覚えてない？あ、確かに未来じゃない。ランバラル隊はオデッサ作戦の開始前に戦死しているはず。それに、言ってたよね、歴史っていうのは何を指しているのかしら。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰、所属はどこ、連邦軍、ジオン軍。私の所属は G ユニバースだね。コード名は SACRA/1351420。 なっかい、それが名前なの。じゃあ SACRA だから、サクとその後のスラッシュもくっつけて、サクラスラッシュ、サクラって呼ばせてもらうからね。サクラ、サクラスラッシュ、イノ姉さんがつけてくれた新しいコード名。これ勝手に名称変更していいのかな。最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど。まあ大丈夫でしょう、特例ってことで自己判断。コード名、リネーム完了。ハロー、私サクラスラッシ
ハロー、さくら。ハロー、さくら。さくら、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだの、ブレイク現象だの、悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから。これは冗談じゃなくて、史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション、意味不明。シミュレーション、まるでさっきの戦いが大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど、腕利きのモビルスーツパイロット小隊長さんも一緒にね。選ばれた？史実からのシミュレーションって、この G ユニバースって一体何なの？コンピューターのデータ領域 G ユニバース、私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録庫。やっぱり信じられないけど。事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉することでね。人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと？記録によると、ユノ姉さんたちで2回目かな。詳細データの閲覧申請を出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、私はただのナビゲーターっていうか、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。その管理システムっていうのが、バグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね。ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。バルバトス、ガンダムバルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム。ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。でも小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。ああ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。あ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でもでも、お二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。なんとジオン広告軍の傑作機 MS-06 ザク。待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ？ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ、小隊長。あ、いい機会だから、モビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。なるほど、今みたいに手持ちの戦力を強化していくわけね。 MS 解析率を上げれば新しいモビルスーツを開発することだってできるから。小隊長、確かめろ、強くなったモビルスーツ。お、ハロ先輩、いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。これで機体の強化改造や
実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね。それだけとは限らないよ。さっきの中央アジアソドンでの戦いだと、本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバトスにね。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。え、火星？あんなところでガンダム作れるわけ？ちょうどいいか。その説明もあるし、火星、ポストディザスターの歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。大丈夫だって、犬姉さん。一度ブリッジに戻って、ブレイク修正の説明をするよ。で、そのブレイクミッションっていうのが、ブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス。ハロ君を操作すれば、ミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む。それがブレイク修正か。さくら、私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。小隊長殿！問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。管理システムの方に確認中だから、ブレイク修正してるうちに通知が来るはずだよ。ミッション選択、ミッション選択、ハローを操作しろ、ユノ。私たちが知らないポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。ビームが効きにくいってこと？じゃあパワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。正解。ビーム兵器を持ってないザクでの出撃をおすすめするよ。あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクか。心もとない話ね。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう、小隊長さん。
ースでの基本アクションもおさらいだよ。まず移動、まず移動。ステップ、ダッシュ、ジャンプはブーストゲージを消費するわ。時間で回復するからね。小隊長さんを含めた隊員が全滅するか、制限時間をオーバーするとミッション失敗。次、カメラ、カメラ操作。上下左右にカメラを操作して周囲を確認して、進行方向はもちろん崖の上なんかもすぐに見上げられるよう慣れておいてね。デッキから捕捉されるとヘイト線が表示されるよ。敵の攻撃目標になってるってこと。これが出たら気をつけなきゃダメよ。それじゃあ実際にアクションを試していこう。まずはロックオンね。カメラが捕捉した敵を自動的に追ってくれるわ。それじゃあロックオンしてみて。ロックオン成功。ロックオン、デッキを捕捉。メイン兵装で攻撃開始よ。着弾を確認。ロックオンしての攻撃は基本だから確実に身につけてね。次は格闘攻撃だね。これも基本になる兵装だよ。いわゆる接近戦よ。小隊長、近づいて攻撃を。行け小隊長、切れ切れ。ゼリッゼリッザ。接近戦成功。射撃と対になる基本戦術よ。攻めすぎて敵に囲まれちゃったら回転攻撃で脱出したいところだね。回転回って攻撃当てろ。ザ、いい回転。それじゃあ次は打ち上げ攻撃だね。鉄器を空中に吹き飛ばして無防備になったとこに攻撃。空中コンボ、空中コンボ。反撃もされないからチャンスよ。ガツンとかち上げて。ザッゼッたまや。空中の鉄器には攻撃し放題。いろいろ当ててみてね。そのいろいろにはサブ兵装1と2があるわ。モビルスーツごとに兵装の特性が違うからしっかり把握して使い分けてね。ぶっぱなせ、サブ兵装ぶっぱなせ。直撃ぶっぱ命中。サブ兵装の使用回数は時間で回復するからね。防御もやっておきましょう。ガードすることでダメージを減らせるわ。じゃあシールドで敵機の攻撃を受けてみよう。ナイスガード。小隊長さんが戦闘不能になるとミッション失敗になっちゃうから修理は忘れずに。でもミッション中に使えるリペアキットの数は決まってるから無駄遣いは厳禁だよ。回復直せ、回復。リペアキットによる修理うまくいったわ。基本アクションについてはこんなもんかな。小隊長さん、お疲れ様。シミュレーション空間だよ。敵のデータを出すから攻撃をシールドで防いでみて。当たる寸前で防ぐとジャストガードだよ。ダメージ完全カット、ガードゲージ減らない。小隊長、ジャストガードをやってみて。その程度グッド。ジャストガード成功。ステップの方も行ってみよう。ステップで攻撃をギリギリで避ける。これぞジャストステップ。小隊長、当たる寸前にステップだからね。ステップ成功。当たらなければ
ればどうということない。じゃあ当たりどころが悪かった時の対処もやっとこか。小隊長、受け身でダウンしないようにして。敵を出すよ。バズーカをわざと食らって受け身して。この程度逃げた。ダウン回避成功よ。倒れずすぐに行動できるわ。防御関連はこんなところかな。それじゃあ戻ろう。敵を後ろから攻撃するとダメージアップ。バックアタック、バックアタック。ターゲットを出すから回り込んで後ろから攻撃してね。強敵相手には特に重要ね。そう、敵のエース機は体勢を崩しにくいんだよ。バランサーゲージをゼロにしないと吹っ飛ばしたりできない。小隊長、ゲージ減らせ、早く。ゲージは時間で自動的に回復するから間を空けずに畳みかけてね。当てる。くらっ。よろけさせたり吹き飛ばしたりできればエース相手にだけ大技を決めるチャンスがあるわ。打ち上げ攻撃の後にタイミングよくジャンプすると動作をキャンセルして追撃できるよ。ステップやガードでもできるから状況に合わせて使ってみてね。打ち上げた敵を追撃するエリアル攻撃の練習もやっとこう。空中コンボ、ダメージボーナスあり。吹き飛んだ敵をジャンプで追いかけて攻撃を当てればいいのね。イエス、打ち上げ攻撃からだよ、小隊長さん。攻撃方法はこれで大体マスターかな。それじゃあ戻ろう。